さんこんにちは、ももです。くろです。ももくろチャンネルです。逆だ。まあいいわ。今日は、はい、ロケです。ロケです。ロケなんです。珍しく、お蔵入りしたあれからのロケなんですけど、今日はあいなりのあじゃんじゃんに2に出てたドクターモリモリとですね、先日会ってちょっと仲良くなりまして、はい、私糸リフトすごい興味あって、でモリモリ糸リフトすごく上手な先生なので、今日は糸リフトをやりに来ました。バイバーイ。テリストとちょっとだけ 0.3cc だけここに、本当に入れんの？これ私はすごく反対してる。やめなさいよ、ちょっとこれ使えないでしょ。まあでも、モリモリとやりとりして、行くか行かないか考えようか、そうしよう、そうしよう。すごい。そう、E ラインっていうのがあって、まあもうほんのちょっとだけ整える程度らしい。でもさ、綺麗な E ラインよ。こ出てるよ。あ、もう出てるよ。え、あ、もう出てる。シャックル。文句文句。またそれ味しめてやる。あれおもろかった。なんだろう、文句。確かにそれをちょっとモリモリにどういうあれで必要なのかっていうのも聞いたりとか、うん、今日のここの場所は TA クリニックの横浜院ですね。モリモリが、モリヒカル副院長なんですね。モリモリというわけで、今日はぜひ美容で、こんななかなか追跡できることもないと。治療中も撮るんかな、私の正気ますんでブスな顔も。そうだね、うん、ちょっとじゃあビフォーアフター楽しみにしてください。どうぞ。ね、糸リフトは入れた瞬間が一番変わるの。え、マジで？他のやつってそうじゃないじゃん、うんうんうん、他の施術って1ヶ月後に引き締まる、うん、詳しい。うちらマジ詳しいからカウンセリングできるよね。糸リフトって引き上げた瞬間が一番すごくて、まあ、そっからどん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 落ちていく、ね、重くね。だからやばい、ちょ綺麗に描こう、一番いいビフォーアフターを撮るんじゃないか、もしかしたら。でもさ、そんなたるんでないからさ。でもほっぺ触って結構柔らかいんですよ、ほら。結構ね、上がりそうっていうか、柔らかいねって言われましたさ、モリモリ見た時。え、何本やるんですか？ちょっとわかんないですね、それは。ちょっと完成してもらって。あと、なんかでもね、ほうれい線に効くとこには入れないって言ってた。ほうれい線気になるんだったら、ヒアルのがいいとか言って、まあちょっと後で話あると思います。こことかも気になるよね。ここがマリオネットライン。で、ゴール後、ほうれい線って、いろんな線が出てくるよね、大人になると。この小じわとかね。マリオネットは一番気になる。ここって多分、ね、なんとかファットって言って、ここもちょっとここの脂肪を取る。ジョールですね、うん、ジョールうまいです。モリモリ本当そうだよ。ジョールとメーラーうまいから、ジョール取るとここの線が、結局線って山と谷ですから、山なくすの大事。私はもうこの辺ばっかり取ってるし、この辺全部脂肪吸引してるから。え、ジョールファット取ってもらおうか今日。いいじゃん、いけんじゃん。いけんのか。確かにここ取っちょっとね、ちょっと適応ありますね、これは。モリモリ適応あるっていう。ちょっと聞いてみよう、モリモリ。まさかの。少々お待ちくださいませ。なんだよ。緊張をごまかそうとして。あ、緊張してるんですか。顎震えてるかも。あ、止まったかも。なんで、あっちゃんだよ。遠いところまで回ってるんですか。はい、適当に回してます。ロモちゃん、アイドルみたいなこういうスタートとかない感じで。いやいやいや、そんなことないんだけど。なんか回す。ね、今日無理だよね、時間ないよね。聞いた、ちょっとなんかジョーマートやりたいみたいな話に。どう、適応の方は、ちょっと表面の方をちょっとだけある感じなら、このジョールファットってこの辺りなんですけど、ちょっと取る分なら良さそうですね。本当ですか。え、変化は少ないですよ。めっちゃ もたつきあるわけじゃないんで。ジョールファットって浅い脂肪と深い脂肪がありまして、浅いところだけちょっと取る分なんで、バーンってくれてるわけじゃないんで、ちょっとした変化ですよね。でもこのマリオネット線がなくな、うん、薄くなったりすると、ちょっと浅くなるんですよね。でもこれ自体は人体なので、ここにまずこのほうれい線とかゴルゴとかマリオネットは人体による谷なので、多少は残りますね。デメリットみたいなのない？デメリットはここは取りすぎるとへこむんですよ。例えば顎下とかだったら、顎下なんか、うん、2回やってます。取ってるね、うん、2回も取った、うん、ここは別に骨があるんで、いくら取ってもボコボコなったりしないし、ピタってなるからいいんだけど、ここってベースに骨がないじゃん、うん、これ取れば取るほどへこってなるんですよ。
がデッキをアイトリフトと併用するメリットデメリットでも全然今おいくつでしたっけ。今38です。38ならアイトリフト、まあ、あった方が客観的にはいいんですけど、でもホモさんの場合そんなたるみそになるわけじゃないの で脂肪も表面のところをちょっと少なめの量だけ取るだけなのでなくてもいいと思います。で結構パンパンに脂肪ある人は結構取れば取るほど皮はちょっとたるむのでイトリフト併用した方がいいんですけど、モモさんの場合そんなたるみもないですし、ジョールも取るの少ない。可愛いってことですか。じゃあ可愛いってことで合ってます。可愛い、可愛いですね。なんて言わせた。それ可愛いです。イケメンの医者が可愛いとか言え欲しいかなと思って。リサさんもそんな可愛いんですかね。そうです、リサさん。そんなたるみなんてね、もう私たちは、うん、でも彼女は、うん、あの糸を何本入れるんですか。左右差が気になるんですよ、うん、左の方がちょっと、うん、ボリュームがなんか顎がずれてるみたいな、顎がずれてる、なんかずれてない、多分この中心がちょっとだけ右やんね、うんうん、中心に左をちょっとだけそんなような 0.23cc くらいチュみたいな。え、そうするとどうなる、前にキュッて左目に入れる。前にいるんですか、下にいるんですか。前にいます。 E ラインはなんで前なの。下にいれるとおもながになっちゃう。ここはちょっと平らなんで、うんうん、0.23cc くらいだけでいい、うんうん、で前にいれると下もこの辺ちょっと変円ピュッとなるから綺麗な輪郭にはなると思います。美人より可愛い系がいいんですけど大丈夫ですよね。ここはもう可愛い人も卵型になれば可愛い人もやる、うんうん、cc 0.23 くらい。ちょっと入れちゃっていいの。私は最悪嫌だってなったら溶かしますもんね。痛いんでしょ、溶かすの。ちょっとさ、平たいのはめっちゃ絶対絶対満足します。絶対満足します。私でもここ入れてないはずだ。なんかあれボトックスしたことあるのかな、梅干しの、ね、だからなんかここになんかない、なんか線みたいな。男性菌が収縮すると梅干しで今梅干しでありますよね。これなんで梅干しって透けて見えるの。なんか梅干しだなとか人の顔見て思ったことないんだけど、ない、そういう表情をしなければ結構しちゃうよね、こういう顔。してるしてる、めっちゃしてる。人間味あっていいかもしれない。人間味ある。表情打ちすぎて表情筋がなくなっちゃう。そう、そう、ね、もうちゃん私ここのボトクス的あると思うんですよ。だけどもうちゃんはやっぱ笑えなくなるのとどっちがいいかなって。でもさっき悩んでた。エラってこと。結構笑えなくなっちゃうんだよね。私何回か言ってるんだけど、それは咬筋っていう筋肉がこうあるんですけど、前に打つと小筋って笑う筋肉に作用すると笑えなくなって、上に打つとこける。で、下顎角のこの咬筋の下のここだけ打てば笑えなくなることは絶対ない。絶対ないです。僕エラボトックスで笑えなくなった人一人もいないんで。初めてのじゃ笑えなくなる人になるかもしれない。ももちゃん本当笑えなくなるよ。笑えなくなっちゃうの。トライしてみる。信じて、信じれる。いいの。でもそんなに取らないからあれですよ。もうやっちゃおう。糸とそれとあれと、エラボトックス、エラボトと糸とここやっちゃおう。糸って、ね、糸ってさ、これやった時どこに入れるのが適用なの。適用。どこ糸は基本的にはももさんの場合も頬骨にちょっとだけあるんで、うんうんうん、こっちのベクトルでいけるとちょっとこけるリスクがあるんで、うん、こっちのベクトルですね。なんで大体この辺の髪の毛の範囲側から、うんうんうん、ね、こっからここに入れるってこと。こっからこの辺りで、内側は目尻のこの垂直線よりも外側。なんかやりたい気持ちになるんですよ。先生すごいじゃないですか。心を動かして、私は絶対やらないと決めていたのに、なぜすごいよこの説得力。でもご不安であれば全然ジョールだけで十分ですよ。こういうちゃんとこう、ね、あなた次第っていうのも、ね、いやでもそれも作戦なんじゃないですか。いやだったらやりたい。なんか行くならみたいな。やめ、そんなことない。っていう心理使ってるでしょ。いや使ってない。全然普通にあの敵をこの辺がたるみがすごかったら絶対やった方がいいですよってこれ進めますけど、客観的にジョールだけでも全然なんかじゃあ。あのやるとするじゃん、うん、やって、うん、
プラスになるの、そのさっき言ってたけどさ、うん、入れた糸がコラーゲンに変わるの、うんうん、それは本当にそうなる。あ、それは普通に溶けますからね、うん、じゃあ入れる方がいいことしかないってこと、うん、いいことしかないですかね。昔みたいに金属の糸だったら溶けないから常に生涯感染のリスクとかアレルギーのリスクとかつきまとうんです、うんうんうん、今最近金属の糸入れてるクリニックとかもほぼないので、うんうんうん、基本的に溶けるんですよ。それ、うん、から安全、かつ顔は血流がめっちゃ多いので感染ほぼないですよね。デメリットは、でもお金がかかるぐらい。デメリットはそれ、お金がかかるのと、やり続けなきゃ、やり続けなきゃいけないのもある、あるの。いや、なくなった時にさらに感じるだけであって、うんうんうん、戻るだけなんだよね、きっと。悪くなることはない、悪くなることはないですね。ここは繊維質になるんで、たるみにくくもなりますし、普通のみかんって皮ふにゃふにゃで、中のみかんがなくなってへにょってなりますけど、夏みかんって皮分厚いから中の身なくなってもピンって保ってるじゃないですか。で、ショッピングリフトとか、テレビでたくさんしてる人はコラーゲンたくさんあるので、針のコラーゲンが多くて、それに乗って伴うコラーゲンの喪失が予防できるんで、肌の針がガンってで、ほうれい線とかマリアネットが目立ちに行くっていう。え、いいの？ジョールファットとジョールと糸1、2本入れ、さらに1本だけ入れますよ。1本、うん、いいの？ちょっと聞いてみますね。糸3本とボトックス大丈夫、どんどん入れ、大丈夫、私より100倍やるじゃん。なんだこの糸。じゃあグッとかね、緩めてください。グッと感覚。え、照れてる？確かに。なんか触られて照れてる、近くで。え、3ヶ月経ちました、前やってから。3ヶ月全然経ってる。いつだろう、最後にやったの。いつだっけ。いや、正直照れすぎてやめて、わけわかんない頭になったよ、本当に。私もいっぱいやることになっちゃいましたむしろももちゃんの方が大手術になりました。さっきのカウンセリングの時あんな風になんか涼しい顔で ね全然やる気なかったから。やっぱさ、カウンセリング来るとさ、あなたにはこういうのが合ってるとかさ、ちょっとこうなるとか言ってもらえるとやっぱすごいやりたくなってしまう。まあでもやりたい人はやってる、うん、そう、しっかりこれはいらない、これはいらなくてこれやるっていうのは意識が大事なので、ドクターに見てもらえばいいのかなと思いますね、うん、はい、というわけでじゃあ私たち今からスッキリになって準備してドクター森森にやってもらいたいと思います。